はい、こんにちは、タカです。今週はもう FMC を控えていると、さらにまあ先週末ですかね、少し動きそうになった動きというのが、まあ結局レンジそばで終わってしまった。まあそういう状況もありましたんで、今週のドルというのはちょっとこう動きは鈍いのかなと、FOMC まではレンジを強く意識した環境、こういったのを見ているわけですけども、では、まあ昨日どうでしたかね。早速、見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、時間足に日足を重ねています。ドラもこういったレンジを見ていたわけですね。特に木曜日ですけど、こう下の方にだいぶ押して試した動きになっています。ただ金曜日これ止めたんですよね。この動きによってまあレンジの継続と。今週に関しても、特にまあ先週の水木金あたりですね、こう下を試す動きというのはあったわけですけども、なかなか抜けず、結局まあこのままレンジとして終わってしまいましたんで、まあ、今週はもうちょっと動きは鈍いのかなと。そんな中でまあ昨日ですけども、若干こう強い流れがあったわけですね。ではこれがトレンドにつながるかどうか、結果的に僕はもうレンジの中の動きに過ぎないかなと。レンジの下から買いが入っているという状況はありますけども、大きな環境を期待していくようなまあそういった環境ではないのかなと、まあ、言ってみれば単にこうレンジの下からドルが買われているに過ぎないかなというふうに思います。ならばまあレンジの上までこの辺りまではこうドルは買われてくる流れはあるかもしれませんけどね。ただまあまあその程度ということで、まあ、FMC まではやっぱりこういったレンジそば引き続き強く見ていくことになるんじゃないかなと思います。まあ、昨日の高値更新、まあ、こういったのはあってもおかしくないと思いますけどね、大きなトレンドを期待していくような、まあ、そういった状況でもないと思いますね。現在地もレンジの真ん中です。こういったレンジ真ん中というのも十分注意はしたいところですね。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。この円に関しては一足早く、調整の形が強く見えていました。まあ、もともとレンジそばという形で見てはいました。ただすごく大きいんですよね。もう大きすぎるということで、レンジではあるんですけども、ただすごくボラが大きいそばが続いてました。ただまあさすがにこういったそば、長続きはしないかなと。ここ最近ですけども少し流れが止まってきています。調整局面、まあ、こういった値動きは、まあ、こういった環境からも仕方ない部分はあるかなというふうに思います。現在地もまあレンジの中の動きに過ぎないですね。まあ、円相場もまあ引き続き、小さなレンジを FMC までは見ていくことになりそうですかね。まあ、ドルよりもこう強くレンジは意識して見ていくことにもなっておきそうです。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。まあ、週初ということもありますし、FMC 前ということもあります。昨日の動きというのも大した動きでは僕はもうなかったかと思います。まあ、ドル円に関してはね、冒頭で触れた通り、他の通貨で見ていくと、例えば先週すごく強かったのが豪ドルなんですけども、まあ、いきなりこう売りスタートと、先週からは調整の動きになっています。ただこれもチャートの方を見ていただければわかりますけどもね、まあ、確かに調整で押しは入ってはいますけども、全然まあ大した押しでもないんですよね。まだまだまあ先週の強い影響というのは残っているんではないかなと思います。まあ、当然まあ残りの通貨、ポンドやユーロあたりも、明確なトレンドというのはちょっと見えてはいないんですけども、まあ、先週すごく強かったこの5ドル、これに売りが入っているということは、まあ、調整は強く意識されてくることになるかなと思います。では何のための調整かですね。もう今週の FMC、大きなイベントを控えてのまあ様子見ということになってはいるんでしょうからね。まあ、大きなトレンドはまあちょっと期待はできないのかなと。まあ、週末にも触れましたけどもね、あまり前のめりにならないようにしていきたいですね。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。ドル円週足環境を見ていくと、下落トレンドはもう完全にまとめたという形になっているかと思います。自分ならもう調整局面強く意識してみていきますね。調整ですからまず意識したいのはレンジそば、下から買う、上から売る、もうこれが基本になってくるかと思います。ただまあこのレンジの特にこの戻りの高値、これがはっきり見えてないんですね。例えばまあこういった小さなレンジを見てしまうと、まあ、波のサイズとしてはこう小さすぎると思いますんでね、もうワンサイズこう大きな調整レンジというのは見ていくことになるかと思うんですけども、そうするとまだこれ戻りきれていないので、はっきり今の戻りの高値が見えてないんですね。もう少しこう上げ余地があってもいいのかなと。あとはもう少しこう小さな波のサイズで見てもいいかと思います。まあそうするとまあ小さなレンジなんかが見えてくるわけですけども、まあ、これもこの外に大きなレンジを合わせて見ていくことになりますんで、今の値動きというのはこの安値圏での攻防。まあどっちにしろこう強い戻りがまだ入ってきてるわけではないというところは、抑えてはいくことになるかなと思います。安値更新こそしてはいませんけども、強い買い戻しが起こっているわけでもない。今の戻りというのはあくまで調整の戻りに過ぎないというのは抑えておきたいです。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。ここ最近はもう小さなレンジ、まあ、明らかなレンジ相場ですね。まあ、このレンジの意味、これを見ていくと下落トレンドは見えています。であれば、まあ、戻り売りを見ていくと、何も問題はないと思います。
ただこの下のサポートは、大きな売りの流れを一旦止めたという意味ではすごく大事なサポートです。そしてまあもう少しこう上げ余地がある、まあ、そういった環境もあったわけですよね。まあ、そうするとこう下から上まで買いを見てくる人もいそうでね、この位置はまだまだ戻りとしては中途半端ですから、もう少し買ってくる、足場が見えてくればロングを見てくるブラハの存在も出てきます。こういった買いと売りとの攻防という形が、まあ、今の値動きかなというふうに思うんですよね。するとまあ下がってもまあ直近安値、このあたりまでを目指したショートということになってきそうですし、仮に上げたとしても戻りの高値探しの今状況ですから、こういったところに近づいてくると売りなんかは強く出てきやすいのかなと。そして今の現在地はそういったレンジそばのど真ん中でまあ小さなレンジを組んでいるわけですから、この中に飛び込んでトレードをしてもなかなかまあうまくいかないように思うんですね。日足環境を見ていくと昨日しっかり買いは確かに入ってはいます。ではこの買いで何かこう大きなトレンドを期待できるようなそういった値動きだったかというとね、まあそれは少し難しいのかなと。大きな動きを期待していくのはまだまだ状況としては早いかなと。ではいつですかとなると、まあ今週の水曜日、まあ FMC というのが一つのポイントになってくるのかなと思います。はい、こちらが15分足4時間消化されています。短期足見ても結局レンジそばという形しか見えてこないですね。昨日の環境に関してはレンジの下から買いが入っている状況です。まあいい流れは出てはいましたけどね、所詮レンジ内の動きと言われれば、まあ、レンジ内の動きですね。そして今の現在地もうレンジの高値までは来てますからね、ブレイクしてくるかどうかというのはこれもちょっとわからないところですけども、まあ、環境としてはブレイクはちょっと難しいんではないかなというふうに思いますけどね。ただじゃあすぐにショートかと、それも難しい状況です。昨日は強い流れがありましたんでね、流れが止まれば次は調整の形も出てきやすくなります。次のこう売りのターンを見ていくということは波の反転見ることにもなりますんで、ただまあ波の反転ってそれなりにこう時間というのはかかります。まあ、これ短期足ですからね、何週間とか何日とか、そういった状況を見ていくわけではないかもしれませんけども、まあ、それでもそれなりの時間というのはかかります。例えば昨日の高値、こういったのを抜けてくるような動きですね。まあ、こういった値動きはあってもおかしくもないかなとも思います。高値圏ではあるんですけども、まだ勢いとしては強いですからね。売っていくにしても、まあ少し慎重に見たいところ。ロングも慎重にですね、高値圏ですから。まあそうすると少しまあ今日はね、やりにくい相場ということになっておきそうです。まあ、抜けてくるという動きもね、ないことはもちろんこれはないと思いますけども、ただまあ今週の FMC という、まあ、重要なイベントを控えている、まあ、そして環境としてもちょっと動きにくい環境が続いている、これがまあ確認できる今、まあ、大きなトレンドを期待していくというのはまあ少し難しいかなと。抜けを期待していくような相場ではないかなと思いますので、まあ、強くレンジを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウのシフディ地時間足に冷え重ねています。ダウですけども、まあ、昨日流れが一旦止まりましたがね、上昇トレンドが止められたことになります。まあ、調整を意識していくような値動きになってきましたけども、ただまあそもそもですね、このダウに関してはまあ少しこうサイズを小さくしていくと分かりやすいかと思いますけども、大した動きしてないんですよね。全体的な流れを見ていけば調整の動きに過ぎないかなと。そういった流れ、今流れが止まってきています。止まった場所もレンジの真ん中付近です。こういったのもなかなか止まらないうちはやっても全然問題ないと思いますけどね、まあ、このように一旦流れが止まってくると調整は強く意識して見ていくことにはなってはしまいそうです。特に昨日、あとは金曜日ですかね、このあたりの高値というのは少し上値が重くなってきそうかなと。もう少しこう下げ余地はあるかもですね。だからこれも FMC まではもう方向感のない相場になってはしまいそうで、まあ、これをショートで見ていくのかどうかですね、まあ、これも難しいところかと思います。もう流れも若干止まってきましたんでね、ポジション持っている方も一旦は決済してしまって、また様子見でもいいのかなというふうに思いますね。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、地時間足に冷え重ねています。日経平均もまあダウンにつられてというところですかね、ここ最近は強い戻りが入ってきています。結果、直近の戻りの高値、これも抜けていますから、まあ、しっかりいい戻りが入っているんですよね。であれば次、押し目買いを見ていくのか、まあ、こういった状況になるかもしれませんけども、今はこの辺りで流れが止まっている、この背景というのを見ていくと、まあ、少しこうサイズを小さく見ていくとですね、この辺りで一旦流れが止まっているわけですけども、これ過去のサポートラインですね、サポートラインで一旦流れが止まり出しています。まあ、少しこう上値が重い状況が見えてきたということですね。そしてまあ上位足の環境を見ていくと下落トレンドが見えているわけで、戻り売り中を見ていく状況というのはあるわけですね。上値が重い状況を見えてくれば戻り売り中が出てくる。ただ上値が重いだけではないですね。今はこう底堅い動き、下から買いも入ってきているわけですから、こういった買い取りとかぶつかるような動き、そういったのをまずは見ていくことになるかと思います。ということはこの攻防の決着というのを見ていけば次の流れが見えてくるということになりますけども、ではいつ決着なのかですね、まあ、いつかというのは分かりにくいですけども、ただ FMC 今週は控えているわけですから、まあ、そこは一つのターゲットになってくるかなとは思います。
逆の言い方をすればそれまでは動きにくい環境ということになりますんでね、まあ、それを考えれば、まあ、調整の動きを強く意識してみていくことにはなりそうです。昨日もこう上値が重い状況は続いてますんでね、このあたりはしっかり壁として見ていくことにもなりそうですね。はい、変わりましてこちらが金の CFD 1時間足に冷やしを重ねています。この金相場すごく強いトレンドが見えてはいるわけですけどね、ただ現在さすがに流れが止まってきています。調整局面、その際にまあこういった小さなレンジ、まあ、見ている人も多いかと思いますけども、まあ、見てみれなくないと思います。これ昨日もレンジ内の動きですからね、こういったレンジになってもいいかなと思いますけども、ただ波のサイズから見てこのレンジ幅というのは僕は少し小さいように思いますので、もう合わせず大きな調整レンジも合わせて自分は意識したいなと思ってます。すると今はこの辺りに少しサポートなんかは見えてはいますけども、ではこのサポートがしっかり効いてくるのかどうかですね。現状もちょっと今の値動き見ているとこうサポートライン上、もし強いんであればもうしっかり買いが入っても良さそうな、まあ、そういった状況なんですけども、先週の金曜日、そして昨日と反発はないわけですね。まあこういったサポートは割ってきても特に驚きもないのかなと、そこまでこう信頼できるサポートでもないようにも思います。ただしまあこういったサポートを割り込んだからといってこう大きなトレンドが崩れるわけでもないとも思います。まあ、多少売りが入ってくるとかその程度は仕方がないかなと思いますけどね、この波のサイズ感はあまりこう間違えないようにしたいですね。まあ、小さなレンジを見すぎないように、少し大きなレンジも合わせて見ていきたいとは思います。はい、ということで、昨日もこう安値から見ていくと1日動いてるんですかね、まあ、案外こう動きはある相場になっていますけども、まあ、昨日なんかもこう次期日銀総裁の候補としてね、名前が挙がっている方の発言なんかもあったようですけども、まあ、少しまあこういったね、相場に振らされる場面というのも出てくるかもですね。ただ僕としてやっぱりこのレンジですよね、このレンジから抜けてこないとなかなかまあ次のトレンド、見づらいかなとも思いますんで、大きな流れを見ていくんならレンジからのブレイクはしっかり確認したいところですね。今週は水曜日に FMC を控えてます。そこまではちょっと動きにくいかなというふうに思いますんで、今日ですね、あと明日の夜までこのあたりまではちょっとやっぱり動きにくい環境継続して見ていくことになるかなと、つまりまあレンジを強く意識して見ていくことになるかなと思います。現在地はそろそろ高値圏に近いかなと、ロングはちょっと慎重に見たいですね。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。